まずは藤波復活のために俺は森友哉を取りに行きます。何が大事かっていうと、まあ、このゲームプラス何万円って形で、まあ、お金さえ積めば極論取れるわけよ。まあ、正直だからちょっと阪神ファンじゃなくて西武ファンにはねちょっと心苦しいかもしれないけど、お金を積んで取りに行きます。ダメー、5000万、ダメかー、しゃあないなー、もうじゃあいいよ。まずはこれで森友哉取ります。森友哉を取ることで、藤波がね、絶対復活してくれるんで、これ交互期待。今回のこの阪神で日本一じゃなくて優勝をね目指す上ではね、この森友哉藤浪っていうバッテリーはもう一番肝なんで、なんといってもサブストーリー、サブタイトルそれだから、やっぱり森と藤浪の熱き甲子園物語。